前回のあらすじ、なんとなくでマイクラ実況を始めたこのチャンネル、申し訳程度の目標を立て、マイクラの世界へ飛び立っていった。しかしその結果、難易度ハードの洗礼を受け我々は壊滅状態。誰だハードにしたやつ、果たして、こんな感じでまともにやっていけるのか。ということで3ヶ月ぶりの本編、始まります。皆さんお久しぶりです。絶対失踪すると思ってたシリーズですが、気まぐれで続編を作りました。マジかよ、私失踪するに全財産かけちゃったわ。勝手に人で掛け事しないで。今回やることはですね、この拠点を離れて、新天地を探す旅に出ます。せっかく栄えてきたところなのに。まあまあ、マイクラの世界に来たんだし、冒険していきましょうよ。別に、二度とここに来れなくなるわけじゃないですし。しばらく歩いていたらジャングルがあったんで、ここに仮拠点を作ることにしました。ここのところ歩きっぱなしだったから、めっちゃ疲れたな。ジャングルにいる間、いろいろやったりもしましたが、特に取れ高もなく建築しただけだったので、バッサリカットしたいと思います。ということでジャングルを抜け、広い海へとやってきました。今のマイクラにはイルカとかもいるのか、進化してるなぁ。なんか変な建物がありますよ。多分これって、お宝とかあるやつですよね。気をつけろよ霊夢。こういうところには決まって罠があるものだ。ここまで動画的な見どころなかったし、罠ぐらいは聞こえですよ。大したものもなかったし、この後の見どころもなかったんで全カットします。飽きたら全カットするのこのチャンネルの悪い癖だぞ。ということでついに村を見つけましたよマリサさん。いやマジで全然見つからなかったな。疲れたのぜ。とりあえず村の端に拠点を作って今後の活動の拠点にしていきましょう。ようやく安住の地ができたのか。先ほど仲良くなった猫ちゃんのためにお魚を釣っています。僕のためにお魚いっぱい釣ってくれな。変なアフレコすんな殴るぞ。キレすぎだろ。だって動物番組とか見ると必ず心の声って入るじゃないですか。まあテレビ局側も面白いと思ってやってるだろうからな。心の声ってことはあれですか、テレビ局にはアパチャイでもいるんですか。多分その例え、若い子わかんないと思うよ。ともかく、今後変なアフレコしたら、マジで怒りますからね。頭の片隅にでも置いときます。休耕田があったので、再生プロジェクトを行います。田んぼじゃなくて畑だけどな。続いて、村を柵で囲っていきます。実はカットしてる間に、拠点が襲撃されたりして大変だったんだぜ。幸い村人には被害がなかったけど、貴重な村人を減らすわけにはいかない。約束しましょう。この村の村人は、誰一人死なせないと。はぁ、めっちゃ時間かかった。整地も含めて結構働いてたからな。お疲れさん。こういう何気ない水辺にも魚がいるって、いいもんですね。そういえばマリサさん、霊のシステムはできましたか？ああ、お前が整地している間に作っておいたぜ。ちょっとこっち来てみろよ。ということでまだ試作段階ではあるが、ゴーレムトラックというものを作っておいたぞ。まだ村人を入れてないから稼働してないが、うまくいけば鉄を無限に量産することができるので。鉄使い放題ってことですか？夢が膨らみますね。というところで、今回の動画はここまでになります。裏での作業も多いので、次の投稿はかなり遅くなると思いますが、どうか気長にお待ちください。もしよければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあご視聴、ありがとうございました。